さあホンダのブースに来ております。まあネーミングとしては FCV と、まあ水素ですね、本当に CO2 を出さないようなそういう方向性で、まあ、ハイブリッドとはまた違った、まあスタックとかバッテリーとかモーターとか、パワーユニットですね、そういったものを通常だと、こういうシャーシの中に床面に引くんですけれども、バッテリーとかを、この車は違いますね。この車は全てそういう重いものをフロントにエンジンの代わりに全部積んで置き換えたと、まあ、そういったところが新しいと思います。まあ、従来のハイブリッドとかそういった車に関しては床下に置くっていうのが定説だったんですけれども、これは全部床をきれいにしてフロントに集めた、エンジンの代わりに集めて持ってきたという感じです。まあ、トランクの方はね、大きな、水素タンクが入っておりまして、まあ、シートの下には小さい水素タンクと、通常だと、バッテリーを積んだりなんだかんだりで後ろは2人しか乗れないんですけれども、今回ホンダがやってきたのは後ろ3人が乗れるようなフラットスペースを作ってきた、この辺が見どころじゃないかなと思います。さあついに登場しました2代目ホンダ NSX、なんと 3.5 リッターの V6 ツインターボ、低重心でドライ散布、まあ我々としてはまああのスーパー GT でね、2年間使ってきましたけれども、皆さんはこう実車を見るのが初めてだと思います。まあ僕の方はね、あの見慣れてると言いますか、スーパー GT でもうずっとこれをいじってきましたので、まあ我々としてはね、この電動っていうかね、モーターを3つ使って、フロントの左右動かして、まあ後ろも、まあ、SHAWD ですね、そういう駆動方式を使ってます。まあ、ボディに関しても割とアルミボディですとか、カーボンを使ったりと、軽量化をかなりやってるんじゃないかな、我々のスーパー GT で走ってる車としては、ハイブリッドで走っておりますけれどもね、それとはどう違うのか、これまあ非常に楽しみだと思いますよ。乗ってみてどれだけのスーパーカーか試してみたいなと思います。さあついに出ましたシビックタイプ R です。 NSX の場合はね、あの急速のミッションですからね、こちらはマニュアルです。そして歴代の中ではもう初めてという、310馬力、ターボエンジンを使用しております。まあ、この辺がね、どういう走りになるのかなって、310馬力の FF だと割とトルクステアが出やすいんじゃないかなっていうのが、まあ我々ドライバー側からの見方なんですけれどもね、まあ乗ってみないと分かりませんから、とにかく楽しみです。310馬力もあるターボエンジン、この辺がね、ニュルを7分50秒63というタイムで走る、この辺が、このまんまの車で走ったのか、それともドンガラで走ったのか、まあ参考 GTR の例もありますからね、どういう状態で走ったのか、その辺を確かめてみたいな、あるいはまあこれがね、日本で試乗できるようになったらいち早く、ここで発表したいなと思います。さあ続いてはホンダプロジェクト 2&4 です。なんか懐かしい名前ですけれどもね、ホンダプロジェクト 2&4 パワードバイ RC213V、こういう車を作ったんですけれどもね、まあ、バイクと4輪、まあ、ホンダはね2輪から始まってますから、2輪のプロジェクトから4輪のプロジェクト、そういったもので、デザインなんかを世界中からね集めて、抽選でこれを採用したということなんですけれども、まあ、イメージとしては1960年代の F1 をイメージして作られたんではないかなという噂が広まっておりますけれども、まあ面白いですね、晴れの日しか乗れない、はい、プロジェクト 2&4 でした。さあ続いては自由に動き回るというのをテーマにしましたホンダワンダースタンドコンセプト、ということなんですけれども、こんな感じで取材しておりますけれどもね、面白いでしょ、変な動きしますよね。どうにでもこう動くんじゃない、こう360度っていうかね、放射線状に動けるんじゃないかなと、まああの一家に1台あったら面白いかなと思いますけれどもね、掃除機じゃありませんよ、これで動き回るということで、これはまあなんか新しいかなと、ドバイの広いお家の方だったらね、リビングに置いてもいいんじゃないかなと思います。